今度は自ら技を解いて他の技を狙っている。ここで来るぞ、ランディングボディープレス。セナが腰に決まったか。肩を上げた。残り時間30秒、もうワンチャンスだ、ワンチャンス、最後チャンス、最後のランディング。引いてるか、先端から丸めた、丸め込んだ、さらに上になる、返す返す。今度はブリッジ、ここで行かせない、行かせない、行かせない。第1位でのゲームのブリッジ、それを切り返して、もう一度ブリッジ取った。ギフトやろうぜ。ギフト生誕の地、この長岡で今照明が落とされました。レスラー真田は日本で一番ここ長岡がガッと好きだて。ニュージャパンワールドナウということで、本日のゲストはなんとですね、聖帝太子選手の師匠でもあります川田俊明さんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。太子選手の試合というのをですね、こうシングルマッチで、しかもメインイベントで、目の前で、ご覧になるっていうのは初めてですか、今までありましたか。目の前で、まあ試合は見たことありますけど、はいはい、こういう形の、試合はないですね。リーグ戦じゃなくて、これは何、トーナメントです。はい、はい、彼は20年前にこの長岡というところでデビューをしたということなんですけども、はい、太子選手は川田選手の付き人だったんですよね。そうですね、やってくれてましたね。まあでもその頃のなんかイメージとはもう今は別人ですね。別人ですか。もちろん今みたいな姿になる人は当時は想像できなかった。想像は全くできなかったですね。どっちかっていうと不器用な方だなと思ってたんで、レスラーってやっぱり人の技を盗むもんだって僕はよく言ってるんですけど、はい、今本当彼はいろんな技を盗んで自分のものにしてますけど、はい、そういうことすらできないような不器用な人間だなと思ってたんだけど、まあいろんなことを経験することによってあそこまで成長したんだろうなって思います。なるほどですね。その中でもかなりもう川田さんのムーブといいますか技、彼はもうずっと見てたってことなんですよね。ずっと見て自分のものにして練習してた。だからやる人は何人かいても、それがやっぱり一番近いものがあるんじゃないかなって。そうだから、それはやっぱりこうご本人としては、嬉しいものなんですか。そうです。どういう形でも自分のやってたことがこのリングに、残ってるっていうことは、はい、まあ、自分は嬉しいと思ってます。なるほど。今日は15分一本勝負という、まあ、ちょっとこの特別なルールではあったんですけども、残り3秒というところを残して大勢選手は残念ながら敗れてしまったんですが、まあ、それ15分一本勝負っていう駆け引きっていうのも今までレスラーあんまりね、トップファイターになったら経験してないですよね、はいはい、そういう中で難しいんじゃないかなと思ってたんですけど、難しいだけじゃなくて、この15分一本勝負にすることによって、最初からこういろんなものが見れて、お客さん的にはこう今までになかった面白さが出てたんじゃないですか。確かに非常にスリリングで、あとは何秒で決めなきゃいけないっていう。そうですね、この短い間にいろんなものが詰まってるみたいな感じで、またこれはこれで良かったんじゃないかと。試合後ですね、大志選手がアピールに来ましたね。で、あのアピール、まあこのままやめさせねえぞっていうような内容はああでしたけども、なんか彼の目がちょっとウールしたように僕は見えましたし、なんかこう、まあ今ああいう感じになってますけど、やっぱこう感謝というか、なんかそういういろんなものがこう詰まって彼なりの態度だったのかなって僕は受け取っちゃったんですけど、まあ何もなく素通りよりはちょっとでも、はい、かまってくれた方がこっちは嬉しいですよ。でもちろん先のことはまだわからないということですもんね。それはもう、はい、皆さんのご想像とこれからの楽しみということで、そしてもう一つトーナメントの1回戦ありました、後藤選手対健太選手。これは川田さんはどちらとも対戦経験があるということですよね。はい、で、はい、またその
ケンタ選手ももう、ね、スタイルもどんどん変わっていっちゃってるんで、はい、今日見た形っていうのは今まで初めてだと思う。ああいうような感じっていうのは本当に彼が若い頃しか僕は見てなかったんで、はいはいはい、ただやっぱりああいう大きくない体で負担も大きいだろうという中でできることっていうのがやっぱり若い時とは変わってくるわけで、それに対してそれは当然ですね、はい、それにスタイルを順応させていくっていうやり方はもう正解なんじゃないかという感じですかね。そうですね、だからプロレスラーっていうのは絶対に若い時の方が体力あるんだからって思ってても、はい、キャリアを積むことによってこういろんなものが得られて、それで勝ちにつながっていくっていうパターンがあるんで、はい、キャリアってプロレスにとって大事なんだなって。本当にプロレスは長く見るもんですということでですね、ニュージャパンワールド認定 TV 王座決定トーナメントは、1回戦、勝ち残ったのはリンレイ選手、ザック・セイバージュニア選手、吉橋選手、イービル選手、そして真田選手とケンタ選手ということになりました。残り1回戦はあと2試合あります。そして次回のニュージャパンワールドライブ配信は10月23日日曜日青森でございます。前田アリーナ大会17時ライブ配信で、ここではネバー6人タイトルマッチがあります。田口選手、スクレオ選手、棚橋選手がチャンピオンチームハウスオブトーチャーのイービル選手、翔選手、裕次郎選手に挑むという戦いになっております。ということで次回もぜひ1週間後ですね、ライブ配信よろしくお願いいたします。川さん、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。